こちら温泉娘観光案内所。皆さんちょいな、温泉娘別府玉城役の岩橋由香です。皆さんちょいな、温泉娘スタッフの岡本です。さあ始まりました、うん、こちら温泉娘観光案内所、略してこちよん。こちよん。この番組は地域活性クロスメディアプロジェクト温泉娘の最新情報を幅広くお伝えしたり、はい、ファンや温泉地の皆さんから集めたホットな情報を楽しくお届けしたり、うん、温泉地の魅力を PR すべくファンの皆さんと一緒に勝手にあれこれ企画したり、勝手にやります。温泉娘や温泉地を愛する皆さんと楽しく温泉地の魅力を発信しようという YouTube 専用のラジオ番組です。はい、ありがとうございます、はい、今日も視聴者の皆さんと温泉娘スタッフの岡本、そして、はい、第20回目の当番ゲスト、はい、別府玉城役岩橋由香さんと一緒に温泉地を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。20回目です。記念すべき、20回目に。あ、嬉しいです。待ってました。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。皆さんのちょこちょこ聞いて。え、そうなんですか。はい、あの我らが暁の田沢のマスミンが、はいはい、そうですね、出ているのもお祭り契約の、はい、最高の回でしたね。あ、ありがとうございます。あ、聞いていただいてたんだ。聞きました。嬉しい、はい、あんな感じでやっていきますから。皆さん、あの人によってすごいこう幅広い時間を幅広い尺ってなんだ具体的な時間はないの、そこでないんだなっていうのを知りました。それを把握していただいてるだけでも、はい、素敵なバッチリだと思いますよさあさあ、そんなわけでね、はい、岩橋さん、はい、去年の5月、うわ、サッカーのね、大分トリニータさんとのコラボライブ以来ですってなんかそんなに経ったっていうのもあんまり実感がないくらい、ないですよね、時が過ぎるのが早すぎて。早すぎましたね、今年は早かったです、本当に。もうなんか温泉に入りたすぎて、はい、入りたすぎて、あのこの期間すごい本当になんか一人でずっと寂しい時間が続いて、ね、胸を手で、ね、押さえてらして苦しそうな感じが伝わってきますけど、 すごい寂しくて、はい、そんな時に私を救ってくれたのが入浴剤なんですよ入浴剤が岩橋さんを救ってくれた。いろんなあの各地の入浴剤を薬局で買うことだけが私の楽しみで、はい、だけがいや、素晴らしい。 どこの入浴剤が。いや、もうそれはもちろん別府温泉。別府ありますもんね。ありますね。あの、うんうんうん、むしろ別府温泉が多いというか。あ、そうね、あのよく皆さんからも、はい、あのファンの人からもいただいてた、はい、あの温泉地のやつとか、うんうん、あの取ってたんですよ、使わないで。あの温泉の元争奪じゃんけんっていうのをやってた頃ですね。そうです、そうです、そうです。会場何百人の人が一人一個持ってきて、はい、最後じゃんけん一人勝ちした人が全部持って帰るやつ。もうあれを貯めていたので、私もあのちょこちょこ皆さんにいただいていたの、はいはいはい、あれをもう今だからゼロです使い切って、使い切ったこの期間に、はい、もう何ヶ月も一人でしたからね相当寂しい外に出てください、まあ、なかなか出づらいけど人とコミュニケーション取ってください。取りたいなと思って今日だからあの岡本さんとたくさん喋って、あの僕でいいんですか、ね、よろしくお願いします。まあ、今日は、ね、岩橋さんの声をね、はい、リスナーの皆さんに届けていきたいと思いますけれども、はい、よろしくお願いします。改めてあの温泉娘初めて知るっていう方もいらっしゃるかもなの で、はい、別府玉城さんという方が、はい、岩橋さんから見てどんな方なのかなというのを、玉城ちゃんは、はい、公式ホームページとかでは、はい、あの結構その八方美人だとか、うん、こうね、っていうのをこう設定で書かれてるんですけど、うんうん、玉城ちゃんって最近その台本とかこうあのラジドラマドラマ、うん、ドラマ CD とか的な感じの温泉娘ストーリーとか、はい、とかで見ると、うん、めちゃくちゃこう嫉妬深いとか、うん、その寂しがり屋なんだなっていうのを最近私はすごくこう感じてて、はいはいはい、自分がとてもこう愛あの、うん、好きな子がこう別の人と仲良くしてるのを見ると、うん、多分ムキってこう私の方が仲がいいのになんでその子と仲良くなってるのってい う、 こう、うんうんうん、まあ、ちょっとヤンデレな部分とかも今なんか別府玉城さん本人が言ってるのかと思うぐらい本当ですか。でも私もなんかたまにそれが乗り移ったのか分かんないんですけど、はいはい、それこそマスミンとかミュウちゃんが他の子してるとかの子と仲良く、こう多分おそらく温泉娘のとかでやってると多分私もなんかあれケイちゃんとひなたは私のものなのにっていう、なんかこう3人でやってたのに。そうなんですよ、こうちょっとね道後泉ちゃんとかとケイさんが仲良くしてるとストーリーの中でね。そうなんです、私までなんかいいじゃない
本人たちはそんな気ないから別に。でも玉木ちゃんはきっとなんかそういう可愛らしいところがあるんですよ、うんうん、それを聞くと確かに確かになんかそうかもしれない。なんで寂しさゆえにちょっとツンケンしちゃう、うんうん、ちょっとそういう態度取っちゃうみたいなところがあるんで、あーこれはいいこと聞きました、はい、皆さんそんな玉木ちゃんを愛してくれるとそうです、ね、岩橋さんともども、はい、皆さんよろしくお願いします。かなり似てらっしゃるようでございますよ、はい、さあそんなところでね、はいはい、岩橋さんに、はい、普通オタがお便りが届いておりますので、ありがとうございます。お読みいただけますか。はい、お住まい千葉県のペンネームクラールさんからいただきました。ありがとうございます。ます岩橋さん、岡本さん、チョイナー。初メールでーす、うん。私は2年半前に開催されたスペシャル湯けむりフェスタ in 別府で初めて別府温泉を訪れました。もちろんイベント自体もとても楽しかったのですが、鶏天や団子汁といった名物料理も美味しく、うん、海地獄、血の池地獄といった地獄巡りや鶴見岳の観光も楽しく、何よりも町全体に数多くの温泉があることにとても感動と衝撃を受けました。その後も何回か別府温泉を訪れて、なんと別府八湯温泉道2段となることができました。すごーい。すごい。この状況が落ち着いたら別府温泉にまた行きたいと思っています。別府でのイベントが再び開催されることを期待しながら温泉娘を応援しています。とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、なんか2年半前っていうのにも今衝撃を初めてね、赤月3人で、はい、あのライブをした時ですよね。そうですね、うんうんうん、それきっかけでね、初めて別府を訪れてくださるっていうのも、いや嬉しいですね。確かにこう関東とか、うん、その上の方に住んでると下の方にはなかなか、ね、上と下っていう言い方もそんなないと思いますが、まあ、離れてるからね。そうですね、なんかなかなかこういう、こうイベントとかじゃないと行かないっていうので来てくれるの、はい、本当に嬉しいですね、うん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 、こうやって。いや嬉しいし、なんか初めてのワード聞きましたよ。はい、別府ハット温泉道。なんだこれこれは、はい、資料によりますと、はいはい、四角のようでして、はい、厳選された144棟のうち、うん、そのうちの88棟を巡ると、うん、温泉道名人に認定されるとのことです、すごいですね。ということは、あ、そっか、まだ88には至ってないんですけれども、うん、クラールさんは2段を、1段、8棟巡ると1段だから、うんうん、でも16棟巡っていうのがすごい。いや、すごいですよね。だって私は結構1日に1棟っていうイメージだったんで、はい、私もですよ、基本的にはそういうものだと思いますけど、ね、確かに別府温泉ぐらいこうたくさん温泉地があったら、うん、1日にこうはしごできるですよね。そう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 、すごいな。何回も行ってようやく多分10段とかになれるんでしょう。いや本当ですね。いやいやいや、いずれこう温泉娘界隈で、うん、もしかしたら名人が名人行きましたともうでももしかしたらいるかもしれないですよね。あ、すでにね、別府に住んでらっしゃる方は。いや、それをちょっとぜひアピールしてほしいですね。あ、ハッシュタグ、そうですね、あ、そうですね、ま、我こそは全力でいいねしていきますから。あ、じゃあ私もいいねしますよ皆さん我こそは名人になったら岩橋さんがいいね出されそうです。ちょっと私がなかなかしてないなってしたら、あのリプライで送ってくださいなりましたっていうのを積極的にね引用リツイートします大サービスすごい、おめでとう。いや、これはちょっと目指したい。すごいですね、ありがとうございます。いやいやいや、でもね、最初の話もありましたけども、はい、結構岩橋さん、あの、はい、暁としてそうですね、たくさんイベントとかライブしてくださってましたけど、はい、なんか印象的だったなっていうのあります。いやー、でもやっぱり単独暁のですかね、ファーストライブ。はい、やっぱそうですよね。ちょっと中でもこう台本ドラマーもあったりとかって、はい、こう、はいはい、面白い試みも、はい、うんうんうん、あったんで、またこういったそういうこう、うんうん、の朗読もありつつみたいなのがあったらいいなーなんて思って、うんうんうん、あ、めちゃくちゃエモくなりますもんね。そうなんですよ、私も忘れられなくて、あの、はい、ドラマ終わりの暁のディーバーを、はい、あの行った人は分かると思うんですけれども、はい、あのエモいドラマの後にですね、直後に何も挟まずね、さーって暁のディーバが始まった時の皆さんのウォーも良かったし、もうなんか鳥肌立っちゃった。あ、本当ですか。また思い出して、いや、あれ、あの演出もたまらなかったんですよね。暁ならではですね、こうドラマ、ドラマチックにライブをするっていうですね、かっこよさもあり、うん、力強さもあって、うんうん、
なのでこう、うん、皆さんにもその暁の良さもここでまた知ってもらえたなっていう、うん、いい機会だったなって思って思い出深いですね。大丈夫ですよ、玉作り会でですね、はい、あの田沢さん、有言実行の田沢さんがですね、はい、玉作りで暁のライブやりますって言ってましたから、皆さん楽しみですね。そうです、あの暁のライブの時に、あ、そうですよ、言いましたからね、絶対玉作りで行きたいんだって言って、言ってました、本当に言ってる方ですから、そうだ、ご安心ください。イベントありましたもんね、玉作りでも、ありました、やりました、素敵なコンビニの店長、そうそうそう、ローソンの一日店長やってましたもんね。私も行きたかったです、うん、並んでね。私もちょっと、あ、お願いします。お渡しされる側でね。はい、行きたかったですね。なんだそれは。ケイちゃんのファンとしても、ケイちゃんのファンとして、はい、ありがとうございます。はい、ではでは、はい、そろそろ始めていきましょうか。はい、番組の感想はハッシュタグ温泉娘観光案内所やハッシュタグこちらをつけてツイッターでつぶやいてみてください。はい、お願いします。第20回始めていきます。まずはこちらのコーナーです。当番ゲスト分析ショー。はい、こちらは温泉娘に命を吹き込む当番ゲストさんが一体どんな人なのか、どんな成分でできているのか、はい、温泉の泉質を分析した温泉分析書のようにそのパーソナリティに、そのパーソナリティに迫っていこうというコーナーです。はい、はい、パーソナリティ、パーソナリティに迫っていくコーナーです。、はい、簡単に言うと自己紹介コーナーです。はい、はい、今回は岩橋ゆかさんにまつわるキーワードをいくつかまたピックアップさせていただきましたけれども、ありがとうございます。やっぱりですね、はい、福岡出身というのが気になりましたよ。ありがとうございます、嬉しいな、ね、別府からも近いし、そうなんですよ、福岡大変いいところです。僕のイメージなんか美味しいものたくさんあるなってイメージですけど、いや、その通りなんですよ、はいはい、もうお腹いっぱい、私は実家に帰った際は、たらふく溜め込んで、東京に戻ります。何があるの、パッと思いつくの、なんか屋台のラーメンとか、屋台のもおいで美味しいですし、最近ですと屋台も、はいはい、あのラーメンだけじゃなくて、うん、結構イタリアンとか、 なんかフランス料理とか、なんか屋台で、そうなんですよ、そういうおしゃれな、はい、ちょっと、はい、こんなのもあるのっていうような、びっくりしました今、ぜひぜひ、ワインとかもだから屋台で飲めちゃう、そうなんです、うわうわうわ、これは知らなかった、ぜひ皆さんちょっとあの居酒屋っぽいのもしかしたらこう、はい、焼き鳥とかイメージされてる人多分多いと思うんですけど、うんうんうん、おしゃれなこう女性も入りやすいような、確かに確かに、ところも結構あるので、うん、そうなんだ、そうなんですよ、福岡観光大使みたいな感じ、すいません、なりますよね。大好きなもので、大好きなの。地元がラーメン食べて、あと何食べる、やっぱりあのもつ鍋とかも皆さんの中ではもしかしたらイメージにつくかもしれないんですけど、うん、本当ですか、もつ鍋ももちろん美味しいんですけど、うん、はい、刺身は実はめちゃくちゃ新鮮で、刺身美味しいんですよ、お魚、はい、へ、やっぱりあの海に面してますからね、あ、そっかそっか、そうなんですよ、あんまり美味しいんですよ、そう、なんかね、もつ鍋とか、うん、ラーメンとかのイメージが先行してましたけど、うんうん、そうなんです、刺身が美味しくて、刺身が美味しいんだ、特に私が大好きなのがごまカンパチっていう、ごまカンパチ、はい、ご存知ですか、知らないですか、知らないです、なんか皆さん、私はごまカンパチ結構有名だと思ってたんですけど、はい、あのツイッターの方でごまカンパチ早く食べたいなってこう、うん、この期間の時つぶやいてたら、うん、何ですかそれみたいな、いや何ですかそれですよ、多くて、いや、あ、そっか、ごまカンパチはあんまり、カンパチの刺身になんか煎りごまをかけるんですか、そうです、煎りごま、甘だれというかをあえて、甘だれをあえるの、そうなんです、あ、そうなんだ、それが美味しいわ、福岡の甘口醤油とかであえたやつなんですけど、醤油、はいはい、って甘いんですね、福岡の方、そうなんです、そうなんです、どんどん知らない情報が出てくる、あ、すいません、別府玉城なのに、いやいやいや、九州だから、すごいな、なんか普通こう思ってますよねの逆をついてくる、見事に、ぜひぜひあの福岡に行った際は、はい、あのゴマカンパチなるものも皆さんお食事してください、うん、まあ、きっとね、福岡にも寄りやすいところですけどね、別そうですね、うんうんうん、もう流れでこう、うん、行っていただけたら、まあ、何泊かするうちの一泊は福岡に、うんうんうん、そうですね、行ってほしいです、で、じゃあやっぱり、はい、ずっと小さい頃からいたってことは、そうです、別府とかは、いや、もうこれ本当にすごいんですけど、はいはいはい、あのおじいちゃんおばあちゃんとの家族旅行は別府温泉だったんですよ、え、
だから最初お話いただいた時に、はい、もう家族に一番に連絡をして、いやそうですよね、まさかまさかの別府温泉だよって言ったら、もうお父さんがたくさん写真を送ってきまして別府温泉、そうなんですよ、当時行ってた私がもう記憶にない時ぐらいのもう赤ちゃんの頃とかの写真とかも送ってくれて、血の池地獄で大泣きしたっていう、そのあの大変だったんだよとかいう、幼き頃の洋一さんをだったんで、そんな頃から別府の思い出があったんだ、はい、嬉しかったです。だからだってね、はい、あの出身地だけでは決まらないですから、別府玉置さんの役は、ね、嬉しいです、ありがとうございます、うんうんうん、それは素晴らしい。ちょっと今日その話もね、はい、たくさん聞けることでしょう。 ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます、はい、さあ、はい、続いてもね、はい、いろいろ気になることあるんですよ、はい、なんかね、趣味とか特技が幅広くて、はい、すいません、なガーデニング、ガンプラ、ガーデニングってもうなんか20代の趣味とは思えない。でもこれ、最初東京に出てくるときに友達もいなくて、はいはい、寂しい、冒頭から寂しい感じすごい伝わってきますね。寂しいとこからスタートするんですけど、はいはいはい、なんか唯一花が友達みたいな時間を問わない友達というか、花とかミニトマトを育てることが私の心の安らぎだったんです。いやいや、でもいい趣味をお持ちで今でも育ててらっしゃるんですか。いや、今それがちょっと私の住んでるところがですね、うん、風が強くて、あ、ベランダが、そうなんですよ、はい、だからその苗が吹き飛ばされるんですね。あ、それは良くないと思う、友人がだからちょっと最近は育てれなくて、うん、ちょっとまた土地を変えてから、うん、風があまり来ないところを立地を探し、うんうんうん、またガーデニングの趣味を始めてちょっとね、友人との再会を楽しみにしたいです、はい、あ、なんかそうか、その一人の寂しさを紛らわすことに、あ、そうですね、特化した趣味だな、趣味ですね、これ映画、海外ドラマ鑑賞、ガンプラ、ゲーム、あ、これ全部一人でやるやつだいやでも、うん、ゲームはですね、最近そのオンラインで、はい、こう友達と電話しながらとか、はいはいはい、やることができたんで、友達もたくさん増えました、ゲームを通じて、あ、はい、よかった、それはよかった。何をやってるんですか、ゲームは。あ、これ結構具体的なやつ言っても大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です、何を言っても大丈夫。本当ですか、はい、最近だとバイオハザードレジスタンスっていう、あ、ホラーの、あ、そうです、そうです、みんながキャーって言って怖い、そうなんで、それまでバイオハザードとかそのホラーゲームできなかったんですよ、はい、あ、苦手だったんですか。そうなんです、一回もやったことなくて、ええ、そのジャケットを見ても買えなかったんですよ、うん、怖くて、あ、もうそこから。そうなんです、だけど、はい、あまりにも家から出れないストレスに、はい、何かこう刺激のあるちょっとおかしくなっちゃったんです ね、 そうですね、あまりに一人でいたもんだから、はい、だからこうエイペックスとか、はい、レジスタンスとか、銃でこう何か、はい、いやちょっとその内なるバイオレンスは、はい、こんな自分もいたんだっていう、はい、刺激的なものに目覚めて、はい、最近はゴースト・オブ・ツシマっていう、はいはい、いつもマルチゲーが人気はものというか、そうなんですね、スタートしたんで、そういうのもやってるんですけど、うん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 、楽しいですね、やっぱり快感ですか。はい、快感ですね特にゴースト・オブ・ツシマとか、すごい日本の風景がとってもすごい美しくて、うん、そうですよ、なんか、ね、温泉の、そうなんです、そうなんです、そこに入るのが楽しくて、あ、実際に入れるんだそうなんです、何回も入ってます、ゲームの中でね、ゲームの中でも温泉に入って句を読んでますね、一句一句読んでる良きかな、良きかな、すごいことになってるな、一人の余波さんでたまに皆さんとゲームをして、うん、普通の自分をもっとより取り戻して、声優業をやりましょう外に出てやってます、配信してください。あ、本当ですか、求められてますかね。求められてます、それやってみたいとは思ってるんですけど、ちょっと機材をじゃあ頑張って揃えて、自分でね、編集して、編集して頑張ってください、はい、まあ、困ったらエンバウンドで言ってください。え、本当ですか。はい、もうやりました、やります。え、エンバウンドさん、ありがとうございます何でもやります、何でも屋さんですか。すごい、あ、お任せ、ありがとうございます。ちょっとじゃあ事務所の方に、はい、どんどん言っちゃってくださいありがとうございます。ぜひということでありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ今日はね、はい、そんな、はい、岩橋由香さんと、はい、温泉地の魅力を発信していきたいと思います、はい、お願いします。以上、当番ゲスト分析者のコーナーでした。
温泉娘観光案内所、続いてはこちらのコーナーです。温泉娘ホットニュース。はい、こちらは日々更新される温泉娘のニュースやちょっと変わった温泉地のニュースを通じて温泉地の今を知ろうという情報コーナーです。はい、それでは岩橋さん、一つ目のニュースからお願いします。はい、東京都秋元亜紀さんから紹介いただいたニュースです。温泉都市別府 CM16 タイプでおもてなし再開告知。観光施設スタッフ、市長まで勢ぞろいでうずうずの限界を訴える PR 動画を公開。別府市は秋冬の別府温泉観光を促進するキャンペーン、別府温泉おもてなし再開をスタート。来てくれとは言えないけどお客様を待っていますという思いを伝えるため、市民と観光施設スタッフが出演するユーモラスな全16タイプのムービーが公開されています。まず別府のニュースいただきましたが、はい、今この資料でいただいてるやつを私たちは見てるんですけど、すごいですねこの一部ですけど、なんかソーシャルディスタンスまんじゅう、この12個入りの箱に6個だけ入れて売っちゃうので、かわいい。まんじゅうもソーシャルディスタンス、まんじゅうもソーシャルディスタンス。野生の猿にはソーシャルディスタンという概念がまだありません。あ、高崎山自然動物園の CM だ。素敵だな。いや、私も、見たんですけど、本当になんかさすが別府温泉というか、やっぱ なんでしょうね、この PR 力というか、すごいですよね。このニュース一部で、ほんの一部のニュースですからね、もうこれまでたくさんニュースありましたから、別府温泉すごいな。いや、行きたいですよね、本当に。早く、これは行きたくなる。これちょっとまだ見てない方はね、はい、ぜひ YouTube で公開されていると思うので、はい、見てください。お願いします。続いて、はい、群馬県鶴間由紀さんから紹介いただいたニュースです。群馬を応援、ハーゲンダッツ高崎に日本工場がゆかり、上州牛県内温泉宿泊券。おう、ハーゲンダッツジャパンは10月1日から生産拠点を置く群馬県限定で群馬県を応援するキャンペーンを開催。はい、キャンペーンの内容は、群馬県内でのハーゲンダッツ商品購入者に対し上州牛や群馬県内の温泉宿泊券を申請するもので、期間は12月20日までとのことです。すごいですね。ハーゲンダッツを食べてさらに何かもらえる、メリットしかない。いや、本当嬉しいしかないですね。皆さん、ぜひ群馬県の皆様は買ってください。欲しい人は群馬県に移住してね。そうですね、移住して、を急いで12月20日まで。こうやってね、ハーゲンダッツっていう会社さんでも温泉にフォーカスしてくれるのはありがたいですね。なんかすごいですね。しかも、あのキャンペーンによる売り上げの一部は、群馬県新型コロナウイルス感染症対策に寄付するとの素敵な、嬉しいニュースでございました。素敵です、ありがとうございます。はい、続いて、夜のにぎわい創出へ、浜名湖の水上舞台でダンスショー。浜松観山寺の観光協会、12月5日試験公演。浜名湖観山寺温泉観光協会は浜名湖に舞台照明を設置して観光客向けの夜間ダンスショーを披露する実証実験に乗り出すそうです。弱点だった夜のにぎわい創出や新型コロナウイルスの影響で集客が落ち込む現状の打開を狙うとのこと。はい、観山寺温泉さん、ここもね、温泉娘、はい、いますけれども、夜のにぎわい創出って結構全国的に今課題みたいで、なるほど、そうなんですね。これ珍しい取り組みなのかもしれないですよ。これを機にもしかしたらいろんな温泉地が、いいかもっていうので、こういうのが増えていくかもしれないですね。意外とやっぱ夜早く閉まっちゃうことが多いですけどね。そうですよね、やっぱ温泉だと早く寝てみたいな、朝早くからちょっと温泉入ったりとかですよね。なんか夜これがあったらいいなとか、これできたらいいなみたいなのちょっとあったりします？でも私はその花火が好きで、あのいついかなる時も花火、いついかなる時も夏だけじゃなくて、冬とかもそのまあ影響がなかったら、花火さん、屋さんに影響がなかったらなんか花火を見たいなっていう。いいじゃないですか。ちょっとこれ聞いてくださった全国の温泉地さん、どうですか、いついかなる時も2日に1回ぐらい、2日に1回どっちか見れたらみたいな、止まったうちの、そうかそうか、止まってるうちどっちか見れたら、はい、いやいや、でもそういう意見がね、あ、ちょっと実現するかもしれない。お願いします。ありがとうございます。いやいやいや、
相変わらずね、素敵なニュースが、はい、ありがとうございます。温泉地の皆さんから届けていただいております。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、温泉娘ホットニュースのコーナーでした。温泉娘観光案内所、続いてはこちらのコーナーです。オンムスポットを作ろう。はい、こちらは視聴者の皆様から投稿いただいた温泉地のおすすめスポットを紹介していき、温泉娘的観光ガイドを作っていこうというコーナーです。はい、紹介されたスポットは温泉娘公式サイトに掲載、うん、さらに当番キャストが一番おすすめと思った場所はオンムスポットに認定。その他なんかいろいろいいことがあるかもしれません。かもしれません、うん、今回は別府温泉のオンムスポットを作っていきますということで、早速お便りを読んでいただけますか。はい、お住まい東京都、ペンネームにゃむこさんからいただきました。ありがとうございます。ゆかちゃん、こんにちは。こんにちは。やはり別府温泉のおすすめスポットならば炎ほのめ神社ではないでしょうか。うん、暁や別府玉木ちゃんが大好きなので、以前別府に足を運んだ際に関連がある場所として立ち寄ったのですが、やはり神社ということもあり、空気が澄んでいて背筋が伸び心が洗われるようでした。はあ、素敵ですね。いただいた御朱印はとてもシンプルですが、その時書いてくださった神主さんもとても感じがよく、女性がなぜ一人でここへと話しかけてくださり、訪れるきっかけとなった温泉娘や玉木ちゃんのお話をしたところ、とても興味を持ってくださったのが印象的でした。地獄巡りの最中にも立ち寄れる場所ですのでおすすめです。わー、ありがとうございます。一人で行ってくださったんですね。女性が一人で、ありがとうございます。嬉しいです。なかなかね、岩橋さん一人旅とかだってします？一人でこうご飯食べに行くとか全然行けるんですけど、はい、うんうん、まだ旅行をしたことはないですね、一人で。そうですよね、家からは出られないタイプですもんね。そうですね、誰かと共にですよね、ですよね。いやいやいや、だからにゃむこさん本当に、いや、すごい、すごい。しかもありがとうございます、温泉娘のことを神社の方に、ね、PR して興味を持ってくださった。嬉しいです。温泉娘のファンの皆さんはですね、はい、営業をしてくださる。さすが、ありがたいことです。プロですね。プロです、皆さん。ありがとうございます。ほのほのめ神社、はい、素敵なところでございます。はい、ほのほのめ神社、ありがとうございます。はい、続いてお住まい千葉県、ペンネームクラルさんからいただきました。ありがとうございます。別府温泉でのおすすめのスポットは神縄温泉にある神縄蒸し湯です。うん、石室に石床という薬草が敷き詰められ、温泉の蒸気を利用して温められた、いわゆるサウナのような温泉です。うん、私はサウナの暑さが苦手なのですが、サウナほど高温ではなく、何よりも石床の香りが心地よくて、しっかり汗もかけて気持ちよく入ることができました。もちろん疲労回復などの温泉の効能もあるそうなので、温泉好きにもおすすめです。はい。いや、これ写真、いや、こんな感じなんですね。こんな温泉があったんですね。いや、知らなかったです。うんうんうん、こんなにこう葉っぱみたいな、まあ、薬草、地面に敷き詰められて、ね、すごいですね。石畳の内装で、いや、あったかそう。これやっぱ体験されたことありますか、蒸し湯とか。あ、ないんですよね、蒸し湯とかっていう。はい、うん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 、やっぱさすがたくさんの種類がある別府温泉。すごいですね、うんうん、こういう入るだけじゃなくてこう蒸し湯もあるんですね。うん、素晴らしいお便り、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてお住まい兵庫県、ペンネームスマトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。橋ゆかちゃん、大志、ちょいなーちょいなー。自分がおすすめする別府のオンムスポットは別府ロープウェイと鶴見岳です。うん、別府ロープウェイは別府高原駅と鶴見山上駅を結んでいるもので、片道10分の車内では美しい別府湾や湯布岳の裾野に広がる雄大な高原を眺められるほか、四季折々の草木も楽しめます。鶴見山上駅から鶴見岳山頂までは遊歩道が整備されており、徒歩15分ほどでたどり着くことができます。うん、山頂からは別府市街や別府湾、木島高原を一望できたり、炎ほのめ神社の奥宮があったりします。お、さっきのね、が、うんうん、なんといってもここはあの暁結成の舞台、非常にエモいですね。お、エモいですね。エモいですね、熱がこもってる。はい、エモいです。最高なんですよ。ここはね、ロケでも行きましたし、はい、行きました、うん、もう最高の、もう本当に見えるんですよね、はい、全部がこう別府温泉。そうでしたね、あの日はちゃんと雲もかからず、空気も良くて、なんか、うん、
シャンとしましたね。シャンとしましたね人生のことを考える時間にもなるし、いやここね、めちゃくちゃ言ってくださってる人多くて、そうなんですよね、ツイッター見ると、行きましたって言って、うんうん、たまきちゃんの、そう、等身大パネルが、そうですね、あ、そうそう、ベッドロックリス置いてくれてて、パネルとともに写真を送ってくださる方もいらっしゃって、うんうん、本当に嬉しいですね、うん、なんか、うんうん、こうやって大事にしてくれてるんだな、うんうん、皆さんぜひ行ってみてください。はい、続いてお住まい神奈川県、ペンネーム PJ さんからいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。岩橋さん、岡本さん、ちょいなーちょいなー、別府のおすすめスポットは地獄蒸しプリンの岡本屋さんです。別府のご当地スイーツといえばプリンですが、温泉の蒸気で蒸した地獄蒸しプリンの元祖と言われているのがここ岡本屋さん。どこでプリンを食べるか迷ったら最初はここに行ってみてはいかがでしょうか。うん、おお、いや確かに別府玉木さんも好物がプリンですからね、はい、いやー私もプリン大好きなんで、行ったとロケに行った時もプリン食べさせてもらって、はい、あ、そっかそっか、はい、美味しかったです。でなんか今写真あるんですけど、そうなんですよね、こんなに各ホテルさんとかお店さんが独自のプリンを、うんうんうん、すごいですね、これ今資料にあるだけで9種類あるんだ。しかもすごい美味しそうなんですよね、なんかフルーツ乗ってたり、うん、はいはいはい、で抹茶プリン、キャラメルプリン、これプリンだけでも巡れちゃいますね。本当ですね、温泉だけじゃないですね。知らなかった、こんなに豊富だとは。行きたいですね、これを食べに。プリンだけでも行けちゃう。はい、皆さんぜひプリンも検索してください。お願いします。続いてお住まい、はいはい、福岡県、ペンネームマーダーさんからいただきました、ありがとうございます。岩橋さん、大志、ちょいなーちょいなー、別府温泉のおすすめスポットはやはり7つの地獄でしょう。やはり別府の地獄は1日では巡りきれないほど一つ一つに見どころがあり、それは某ディズニーランドのように隠れてないよ言ってるよ。テーマパークさながらの充実っぷりです、うん、特に印象的だったのは鬼山地獄で、そこは70頭ものワニがいる、もはやワニ園。大人のワニは迫力満点、子供のワニは超キュート。そこが温泉地であることも忘れ、気づくと数時間滞在していました。岩橋さんもこれまでのロケで巡っていたとは思いますが、おすすめの地獄はありますか。なるほど、いや70頭もいるんですね、ワニ、ね、なんか数にするとすごいですよすごいですね、ワニ園、もはやワニ園、確かに確かに。あ、ロケでもね、はい、行ってたと思います。はい、私は血の池地獄かな、うん、血の池地獄、あの本当にトラウマで、はい、トラウマそれこそ子供の頃に親にその、はい、悪いことしたら、はい、こういうところに入れられる、氷口を入れられるよ本当に怖くて、はい、やっぱりでも今見てもやっぱりちょっとすごいなって思わせる、資料の写真見るとビクってなるやっぱり子供の頃、赤いこんな、はいはい、本当に赤いこんなの見たことなかったんで、うんうんうん、いや初めて見る人本当にびっくりするんじゃないかなっていう面で、やっぱりおすすめは血の池地獄かな。確かに冒頭で役決まった時にお父さんが、はい、そうなんですよね、泣きじゃくってる岩橋さん、そうです、それは血の池地獄の前だったんですね。そうなんですよ、がっつり血の池地獄の前で、もう落ちるんじゃないかってお父さんのもう服こう握りしめて怖いからね、怖かったな。そう血の池地獄、はい、行ってみてください、うんうん、7つありますからね、はい、以上ですかね。ありがとうございました。いや、うん、こんなにいっぱい。そういうところで、まあ、岩橋さんからね、はい、なんかここおすすめだよとか思い出残ってるよとかいうスポットあれば。あ、でもやっぱり炎の目神社は、うん、その単独ライブの時の、はい、朗読で、うん、ここが暁結成っていうので、うんうんうん、あ、どんな神社なんだろう、名前もすごいこう強いじゃないですか。火の男、火本当なんかこう、うん、生まれたっていうか、こうここでなんか神様がなんか生まれたんじゃないかっていうぐらいのなんか強い名前だったんで、なんかそれに結構あまり人もそんなにその時もいらっしゃらなかったんで、うんうん、そうですね、そうですね、なんかそんなゴミゴミしてなくて本当にゆっくりできて、はい、よかったらまだ行ったことないっていう人、うん、多いかなと思うんで、うんうん、ぜひ行ってみたら、そうですね、温泉街から離れてるから、ね、ちょっと予定に組み込んでほしいですよね、うんうん、行ってみてほしいなと思います、うんうんうん、ありがとうございます、はい、さあ、はい、1個ね、
そうなんですよね、ここをオンムスポットを決めないといけないんですけれども、いやこれだけ出されていく決めなくていいじゃないかっていう、ね、そうなんですよ、ところではあるんですよいいじゃないかと、いいじゃないかってところなんですよ、はい、いやでもね、まあ、一番は定番ここかなとかでもいいですし、はい、わかりました、おございます、決めましょう、では発表をお願いします、はい、私が一番おすすめしたいスポット、オムスポットは別府ロープウェイと鶴見岳です、ありがとうございます、はい、やっぱねここ、うん、エモさで言うと、そうですね、やっぱり温泉娘ファンなら、うん、ここじゃないかな、うんうんうん、パネルも置いてくださってますし、やっぱりこう玉城ちゃんに会えるっていうのも考えて、うん、ベプロープウェイと鶴見岳、ありがとうございます、はい、やっぱここがね紹介されてから、ベプロープウェイさんが、はい、なんか普段来ないような人たちが、若い男の子たちがたくさん来てびっくりしておりますって嬉しい言ってくださったんでね、そうなんですね、そういう反応もいただけたりするので、うわ嬉しいですね、もう老若男女行ってください、行きましょう、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、見事オムスポットに認定されたのはベップロープウェイと鶴見岳でした、はい、もちろん今回紹介したスポットすべて皆さんにおすすめできますので、はい、ぜひ足を運んでみてください、します、本日紹介したオムスポット公式サイトに情報を掲載しますのでチェックお願いします、お願いします、以上オムスポットを作ろうのコーナーでした、音声娘観光案内所、続いてはこちらのコーナーです、観光案内マニアッククイズ、おい観光案内所の当番たるもの、訪れた観光客の方々に時にはちょっとした知識もドヤ顔で披露したいところです、何がおかしいんですか岩橋さん、来てしまった、来てしまいましたよこのコーナーがこのコーナーでは、はい、クイズ形式で岩橋さんに現地の豆知識を学んでいただきます、はい、難易度横綱級のマニアックなクイズですが、自信を持ってどんどん答えてみてください、はい、一問でも正解すれば現地の美味しい名物を差し上げますので、それを励みに頑張りましょう、いや頑張ります、今回は、はい、大分の郷土料理琉球をご用意させていただきました、琉球、これもしかしたらごまかんぱちと似てるかもしれませんが、はい、地元の新鮮な魚の切り身を醤油、酒、みりん、生姜、ごまを合わせたタレに漬け込んでいると、あ、いいですね、これはちょっとごまかんぱち欲が満たされる可能性がありますよね刺身みたいなものですからね、そうですよね、いや頑張ります、ちょっと頑張ってほしいと思います、だが正解はさせない、させてくれでは早速いきます、はい、第1問、別府八島その名前をすべて答えよ、制限時間内にお願いします、まあ、ホニャララ温泉ってことですね、はい、もう完全に知識を問う問題でございます、ホニャララ温泉、ホニャララ温泉、よし8です、頑張ります、もうどんどんいいですよ、もうもういいですか、もうどんどん答えちゃってください、もういいですか、あ、まずは別府温泉ですよね、はいはいはい、合ってますけど、うん、1個目で、さっきね、お便りでもいただいた神奈川温泉、あ、鋭い、正解、あと、あ、そうだ、入浴剤で有名な明晩温泉、すごい妙盤いただいた、合ってる、3個出ました今、あとでも待ってくださいね、あと亀なんちゃらってあったんですよね、亀、あ、亀なんちゃらあるあるあります、亀なんだっけな、亀なんちゃら温泉、亀なんちゃら温泉ごめんなさい、亀なんちゃらなんだっけな、ちょっと亀一回ちょっと亀またもう少し後で出てくるかもしれない、亀置いとき、いやでも妙盤温泉とか出たのすごいな、いやそれでもそこら辺から記憶がちょっと曖昧なんですよね、いろいろ、ヒント的に言うと、はい、浜から温泉が湧き出る様子を名前にした温泉とか、はい、ちょっと今全然違う、浜名湖って言いそうになって、それは違いますね、ニュースニュースとニュースとかあ、堀田温泉、あ、違う、合ってます、4個目、すごい、堀田温泉あります半分出た、あと半分が出てない、亀も出てこないか、あー亀ー、4 3 2 1あーダメだ、残念、出てこない、ごめんなさい、いやいやでもね、4個出てきたって、すいません、素晴らしいと思います、ごめんなさい、一応もう4つ言っておきます、はい、亀はね、亀川温泉、あ、
JR 亀川駅周辺の海沿いにある温泉地。亀川か。そうなんです。あの別府海浜砂場で砂風呂に入ることができるのがこの亀川温泉ですね。あとはね、あの同じく浜から温泉が湧き出ている浜脇温泉とか。あ、浜脇温泉。浜脇温泉とかですね、見晴らしがいいのが特徴である寛解寺温泉。見る海の寺で寛解寺温泉。寛解寺って読むんですね、あれ。寛解寺。あ、でも字は出てきてた。なんか観光の観はあったなと。すごいな、なんかでもちゃんと覚えていて。いや全然すいません、別府温泉ごめんなさい。いやです、これを学んでいただける、はい、あと一個芝関温泉っていう、芝関、まあ、血の池地獄周辺にある名前の温泉地とかもあったりしますということで。わかりました、うん、忘れません、芝関温泉覚えましょう、はい、皆さん皆さん一緒に覚えましょう。これでね、資格を取りましょう。そうですね、別府温泉道の。はい、というわけでどんどんこのレベルのやつを出していきます。難しいぞ、このレベルのやつ出していきます。はい、続いて第2問。はい、第2問。別府観光の生みの親と呼ばれる、はい、明治から昭和の時代に活躍した実業家、うん、油屋熊八さん。彼が当時の別府を観光地にするために実行してきた奇想天外なアイデアを3つお答えください。どうぞ。そう、天外のアイディア。こんなことして別府を有名にしたんじゃないか。あ、でも一つ、なんか遊園地みたいにする、はい、っていうのをなんかどこかで聞いたことが。遊園地みたいにする。あれ、なんか遊園地が なかった。いや、うんうんうん、でも遊園地を作ろう。近い。何かを作った場所。場所を作った、うん、メリーゴーランドを作った。メリーゴーランド、もう遊園地の父じゃない。奇想天外なアイディア、うん、まあそれにとらわれずでもいいですよ。じゃあ1個、はい、日本新八景っていう、前は日本のいい景色トップ8を選ぶというキャンペーンが行われた際に、とある方法で別府を首位に導きました。あ、新聞に載せた。あ、違う。あ、違う。でもそういうこと。あ、もう1位にするために、もうキャラクター投票1位にするために。え、ゆるキャラを作った。ゆるキャラ、奇想天外。当時作ってたらすごいですね。あ、でも違う。違う。この頃 CM を作った。 CM じゃない。あ、違う。じゃ一応これはもう先に言っちゃいます、はい、もう投票はがきを別府市民に配りまくって組織票を入れた。なるほど。あ、そういう、もう是が非でも1位にして有名になるぞ。思ったよりあのすごかったです。思ったよりすごいんです、油屋熊八さん。油屋さん、なるほど、油屋さんという人が今ちょっと分かってきましたよ。だんだん見えてきました、はい、なんかそういう、この問題かなり難しいかな。難しい、かなり難しいかな。あと2つあるんですもんね。だってもういっぱいあるうちの、じゃああと1つヒント出すので、ちょっとそれについて考えてみましょうか、はいはい、じゃあですね、山は富士、海は瀬戸内、湯は別府というキャッチフレーズを考案して、はい、このフレーズを刻んだ柱を、はい、どっかに建てました。と、どこに建てたの？別府でなんか、別府じゃないです。日本のどこかに。東京の日本、銀座とかに銀座に掘った。あ、でもそういう感じ。橋に掘った。橋が崩れちゃうそう。日本で一番有名と言っても過言ではないところに、ボンってそのキャッチフレーズ。富士山。ピンポーン。おー、すごい。え、富士山に立てちゃったです。すごい。油屋さんって何者なんだっていう方ですけど、まあちょっとここでね、時間いっぱいなので、このクイズは残念ということでございましたが、いやでもね、CM16 パターンを作るって、今でもね、奇想天外な PR されますけど、この油屋熊八さんが元祖なんだ。確かに、これ他にもですね、日本初の女性バスガイドによる観光バスを始めたりとか、なんか聞いたな。そうなんです、油屋熊八さんからこの観光地別府が始まったんだということを、皆さんぜひぜひ勉強していただきたいと思いますよ。はい、ありがとうございます。すいません、正解できますか？できませんでした。ごめんな
ください。一応まだ問題あります。お願いします。第3問。はい、第3問。はい、別府温泉は湧出量、源泉数ともに日本一の温泉地ですが、はい、なぜ別府にお湯が豊富に湧き出るのか、その理由を説明してください。このその日本一っていうのは知ってたんですよね、その源泉数とかが、うんうん、有名ですよね、はい、ただそうか、なぜ湧き出るのかって考えたこと、鶴見岳があるんじゃないですか、なんかこう近い、鶴見岳がとても関係しています。鶴見岳が、うん、あったかい山で、はいはいはい、そうですよ、うん、お、鶴見岳だけ、鶴見岳はあったかい山、火山だから、山だから、うん、今でもそのグツグツしていて、うんうん、で土が柔らかかったんじゃないですか、土が柔らかい、掘りやすかったんじゃないですか。ああ、はい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 、でもいい目線ですね。でもやっぱり虫床あるぐらいですから、うん、その、うん、結構その私も行った時はよくその、うん、煙がボクボクっていろんなところからその湯煙がね、湯煙が出てたんで立ち上ってました。なので鶴見岳が適してた。半分正解そう、温泉が湧き出るために必要なね、3つの要素、熱源ですよね、うん、鶴見岳の火山があるから、あと もう半分ぐらいが、あと水と、はい、水が必要じゃないですか。そうですね、なぜ水が多いのか、海に面してたから。あー、ちょっと違う。あ、違う。川？川も違う。おそらく。あ、どうぞどうぞ。湖？あったっけ？湖じゃない。池？池じゃない。絶対答えられないと分かっていながら僕は喋っています。ドSだ、惜しい。なんでしょうか。ヒント。扇状地。っていう地理的な用語がございますが、わかりますか、この扇状地。名前はわかるんですよ。名前はわかります。扇状体っていう、はいはい、名前はわかるんです、うん、ただポンコツなので、それがわかるだけでも知識はないんですけど、名前だけ覚えちゃった派なんですよね単語だけね、単語だけ入れてテストを学んでた派なんで、うわ、理由まで答えてほしかったが、これは難しいか。お願いします、答え。じゃあ残念でございました。はい、正解はですね、別府には鶴見岳を中心とした活火山の熱源があります。はい、でその火山が活発なので、うん、火山灰などが山の斜面を流れてできた水はけの良い扇状地でもありますと、うん、あ、水はけが良いんで雨が降るとすぐに地下水になるんです。へえ、この地下水がマグマによって温められる、うんうんうん、でさらに火山活動により別府というのはですね、南北に断層に挟まれた地形になっているので、その断層の隙間が通り道となってこのあったかい温泉水が湧き出る。知らなかったです。ここまで答えていただければ琉球を召し上がっていただきました。結構難しくないですか。そうですね、あの温泉娘のクイズは高校の入試問題だって。すごい、入試問題答えなかった、落ちちゃったよ。落第でございます。落第だ、別府温泉なのに、ごめんなさい別府温泉の皆様、難しすぎる問題でごめんなさい、逆にごめんなさいって感じです一応なのでこの断層沿いにさっきのあの8つの温泉がね、はい、あったりするので、うんうんうん、一応そこもねメモしていただけたらと、知識が増えました、思いますよ、皆さんも覚えてください。今後ね、別府温泉についてこう岩橋さんがどやるときに、そうですね、知ってました、ちょっと今日どやれなかったんで、今日はどやれなかったけど今後どやれますか。はい、今後ちょっとどやっていきたい、ぜひぜひ今日の知識で、はい、お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、あれ、はい、琉球が食べれない、食べていただけないぞ、食べれないよ。最後の問題になってしまいました。最後の問題、これは答えたい、お願いします、お願いします。第4問、暁結成秘話より出題です。へい、物語終盤、はい、鶴見岳山頂、はい、炎ほのめ神社にて、はい、別府玉城が作曲した咲かせよ沸かせよバンバンバンをテーマにした、はい、うんうん、絹川ひなたちゃんと玉作り慶さんのダンスバトルを経て3人は互いを認め合い、うん、暁を結成しましたが、はい、さあ何度も言ってます、このエモいシーンを
締めくくった玉作り計算の最後のセリフは何でしょうか。あー、きたきた。次の選択肢から答えてください、はい、ちょっとこの選択肢、はい、岩橋さんちょっと読み上げていただけますか。 A 別府八島のお湯が沸いたわ。 B 別府の地獄で仏に会ったわ。 C 別府湾に朝日が昇るわ。めっちゃ似てる。完コピに、完コピだ。完コピ。さあ、ABC のどれでしょうか。はい。お答えください。答えは C。別府湾に朝日が昇るわ。じゃないでしょうか。いやー。なんで最後ちょっと自信なかったんですか。じゃ、ですでよかったのに。大正解でございまーす。ありがとうございます。大正解です。優しい。いや、よかったよかった。優しいよ、温泉娘。温泉娘ね。ありがとうございます。優しいですから。もう最初から答え出てたようなもんですか。本当ですね。すいません、今コメントが荒れてるんじゃないかって私は心配なんですけど。荒れてるってことはない。みんな、別府湾に朝日が昇るわがめちゃめちゃ流れてると思います。昇ってますかね。今皆さん昇ってますか。めちゃめちゃ。昇るわ昇るわって出てます。昇る昇る昇るわ。登ったわ。ラピューターが放送される時のバルスぐらい。朝日が昇るわ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 。よかった答えれて。これ答えれなかったら本当にもう。そうですね、新しいパターン欲しかったですね。マジで間違える最後の問題。ちょっとさすがにそれはでも、まあまあまあ、そうですね、よかったです。大丈夫でございます。さあ、はい、そんなところで琉球が岩橋さんのもとに届きます。ワクワクするな。どんな味なんでしょうか。でもやっぱり、はい、醤油とかも多分似てると思うんですよね。大分と福岡って甘口というやつですね。そうですそうです、うんうんうん、だからあの私もイベントで大分に行かせてもらった時はすごい美味しく、こうなんか地元の美味しさを、うんうんうん、懐かしい。今あった。あー美味しそう。あ、これが、ありがとうございます、うん、いやー、あー、いい匂い。あ、香りも、香りもとってもいい匂いですし、あのアジとサバの2種類あるんですね、はい、あ、そうなんですね。すごい、いいんですか。関サバと関アジがある。お二ついただいて、ぜひぜひ。いいですか、食べても。美味しさを伝えてください。すいません、いただきます。ちょっと待ってくださいね。ちょっとお手で吹き吹きさせてもらって、うんうん、それではまず関サバの方から、はい、いただきたいと思います。ではいただきます。いやー、美味しそう。うわー、なんもう、うん、なんて言えばいいんですか。美味しい。美味しい、美味しい。刺身ってか、このサバも新鮮だし、うん、うん、うん、地元の味を思い出しますか。うん、思い出します。言葉にならない。うん、いやー、こんなに美味しい。うめき声がめちゃめちゃ聞こえてきますよ。すいません、美味しそうだ。じゃあ次、関味。関味いただきます。はい。いやー、うーん。え、脂が乗ってて、はい、なんこの琉球漬け、あ、そっか、これが琉球漬けなんですもんね、うん、漬けられてるんですよね、うんうん、これが、まあ、タレに漬けられてるんですよ。なんかそのタレの味もしっかり染み込んでて、うんうん、え、皆さんこれお酒に合うと思います。多分めちゃくちゃお腹すくな、今多分見てるだけで白飯がいけます。そうです、これご飯欲しいですね。白飯のご用意がなくて。美味しい。なんかやっぱり甘口醤油な気がしますね、これ。うん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 、あの皆さんぜひ食べてほしい、このサバ味、関味、関サバ、関サバの琉球漬け、おすすめでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもうぜひぜひそのまま、はい、召し上がってください。ありがとうございます。僕がコーナーを締めておきます。すいません。というわけで、いただきます。皆さんも今日学んだ知識をどこかで披露してみてください。以上、観光案内マニアッククイズのコーナーでした。
温泉娘観光案内所、最後はこちらのコーナーです。温泉娘勝手に宣伝大使。はい、こちらのコーナーは当番キャストさんと視聴者の皆さんが勝手に宣伝大使となって温泉地の魅力を伝えるキャッチコピーを考えて、そのポスターも勝手に作っちゃうコーナーです。今日のメインテーマは別府温泉、うん、温泉ハイスタンダード、極楽地獄、別府温泉など数多くのコピーに仲間入りできるような素敵なキャッチコピーを考えましょう。はい、最終的には当番キャストの岩橋さんにグランプリを決めていただきます。はい、見事グランプリに輝いたコピーは運営の方でポスターっぽくして、うん、公式ツイッターに掲載するほか、うんうん、もしかすると現地に貼っていただけるかもしれません。おー、すごい。それを励みにね、まずは視聴者の皆さんからいただいたコピーの中で、はい、岩橋先生が、あ、はい、気になったものをご紹介いただきましょう。はい、じゃあまず一つ目はこちら、はい、岐阜県にお住まいのペンネームドゥランダルさんからいただきました。うん、海に竜巻、血の池かまど、地獄のフルコース、召し上がれ。うん、召し上がれ、いいですね。これハートが書いてあるんですよ。あ、そうなんだ、そうなんですよ。別府名物の地獄巡りにちなんで、うん、地獄の名前を入れたキャッチコピーにしてみました。うん、たまきちゃんのふわふわボイスだと余計に怖さが増しそうです。わろみたいな。わろ、最後のハートとかね。いや、確かにこれはそうですね、たまきちゃんならではのなんか、うんうん、ありがとうございます。いいですね、いいですね、素敵ですね。いいですよ。続いて、おい、東京都にお住まいの508さんからいただきました。ありがとうございます。結局温泉って言ったら別府でしょ。あ、ちょっと乗ってきた。別府玉木さん乗ってきた。いいですね、皆さん分かってますね。源泉数、うん、そしてね、湧出量。湧出量ごめんなさい、湧出量が日本一。日本一であり、うん、知名度も抜群の温泉県大分が誇る温泉都市別府。そんな別府温泉を玉木ちゃんが自慢するならと思いを馳せて考えました。結局ってところに払ったんですね。ありがとうございます。うん、あ、続いて、お、東京都このはもさんからいただきました。ありがとうございます。別府別格別天地。おー、これは結構スマートでテンポがいい、いいですね。うんうんうん、全部別がついてるんですね。 なかなかこの別府温泉ならではの、うんうんうん、ありがとうございます。こちらは、別府温泉はやはり別格であることを表現しました。やはり、別天地は現実世界から離れた理想の場所という意味で、それだけ素晴らしい場所という意味を込めました。ありがとうございます。あ、全部に意味がありますね。うん、素敵ですね。別天地って私も初めて聞いたんで、うんうんうん、素敵な意味がありがとうございます。続いて、はい、千葉県クラルさんからいただきました。ありがとうございます。うん、町を巡る温泉に綺麗な自然と町並みの別府さん、別府さん、あ、別府さんだ、別府さんとかけて、別府がかかってるんだ。いや、これ素敵ですね。すごいよ。あ、そっか、町巡る温泉にの町巡るは、うん、はい、巡る、玉木ちゃんの玉木の最初の巻で、はい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 、綺麗な自然の木に玉木という文字を入れてくれたそうで、あ、すごい、それすごい。こだわりが素敵ですね。あ、今回すごいぞ。いや、これ、ちょっとどんどん言っていいですか。はいはいはい、なんか本当に良すぎて、皆さんの、うん、すいません、どんどん行きます。どんどん行きましょう。大分県ベユユヒさんからいただきました。はい、湯の町別府鶴見岳、ロープウェイに登れば別府湾を一望、豊かな四季。あ、もう全て詰め込んでくれて、ギュギュギュッとね、ありがとうございます。どんどん行くぞ。OK、兵庫県スマトラさんからいただきました。別府八島、あなたは全部八島。わー、あ、これ尊い、いいですね。尊い、これもならではでいいですね。八島っていうのは、うん、ダジャレを言ってたらめちゃくちゃ可愛いなって思います。うんうん、あと絶対行った後にめちゃくちゃ咳してます。確かにね、いいですね、これ全部作りたいですね。いいな。え、もまだいいですか。いいですよ。まだいいですか。ごめんなさい、持っていきます。はい、千葉県昆布スペシャルさんからいただきました。はい、ありがとうございます。別府温泉に別れはない。あ、別れはない、そこで使ってきたか、別れを。皆さんありがたいですね、この別という字をこう詰め込んで、うん、いろんな角度で詰め込んでくれますね。うんうんうん、続いて、はい、千葉県ひとみひびきさんからいただきました。はい、感情地獄、感情天国。お、
ゴロですと書いてますね。ゴロです。別府ハットはもはや環状線のよう。あ、環状線の環状なんだ、うん、最初入れてくださって、うんうん、いやーいいですね。あー、これもいいな。続いていいですか。どんどん来ますね。神奈川県バイプッシュさんからいただきました、はい、この温泉があなたを抱きしめる。あら、別府は源泉数が多く、加工用に別府ハットが存在しています、はい、その中にいるとまさに温泉に抱きしめられている気分ではないでしょうか。抱きしめるにもちゃんと意味があるんです。別府の地形をね、素敵ですね。なんか別府温泉のこう別とかが入ってるわけじゃないですけど、うん、その土地に合わせたこう、うんうん、さっき勉強しましたもんね、クイズコーナーで、はい、そこからこうなんか いいですねこれは、うん、続いて埼玉県、まだまだ田中陽平さんからいただきました、はい、最後の温泉にふさわしいのは別府だ。最後の温泉。別府といえば地獄というワード、ええ、地獄というと人生の果てというイメージです、うん、ということで人生の最後にふさわしいのはこの別府温泉でしょう。ここで一生を終えようと。いや素敵ですね。言い過ぎたな、いろいろ過去1、過去1で読み上げてくださった。すいません。いやいや、でも分かります、分かります。なんか良すぎて皆さんのまだまだあるんですけど、これはね、いやでもちょっとなかなか難しいです、そんなところで、はい、せっかくなので岩橋さんのキャッチコピー案もちょっと考えてきたんですよ。教えてもらっていいですか。じゃあちょっと言わせていただきます。はい、お願いします。日本一の温泉地別府温泉、8つの極楽地獄であなたの魂わしづかみ。キャなんか、はい、あのやっぱり極楽地獄だなって私思ってて、はい、その地獄がやっぱその天国じゃないですか、ええ、地獄と言いつつ、うん、でやっぱりなんか体だけじゃなくて、はい、心もなんか持っていかれるというか、いかれますね。そして玉木ちゃん要素を入れて魂を、うん、玉木さん要素の魂なんだを入れてみました。最後のわしづかみが一番ポイントじゃないですか。それであのもう調べました。なんか、はい、調べてください。すごいこう強いフレーズないかなと思ってかなりじゃあ気合を入れていろんなワードの中から、はい、なんか掴んで話さないとかも考えたんですけど、うんうん、いやでもいやわしづかみたいなってわしづかみたいかった話さないぞっていうのを、うん、いや伝わってきました。入れてみました。うわー、ありがとうございます。いやー、皆さんのキャッチコピーそうやって作っていくんですよね、言葉を選んで、はい、うん、皆さんと一緒に考えてみました。ありがとうございます。はい、これは難しい、難しいな。岩橋さんのももちろんよかった。 ありがとうございます。いや悩むな。先生いかがいたしましょうか。どうしましょう。王子王子と呼んでいただいてて光栄でございます。悩みます。こちら全部いいんですよね。なんかダジャレとかも素敵だし、うん、こうもうパッとこう入ってくるやつもあるし、はいはいはい、悩むな、どうしよっかな。やっぱり別府温泉さんもともとキャッチコピーがもう無数にあって、そうなんです。だから調べた時めちゃくちゃあって、そうですよねなかなか珍しいですよそういう温泉さんも。なので、うん、そうですね、だからちょっと玉木ちゃん要素を入れたやつにしようかな、うん、そうですね、いくつか候補絞れてます。そうですね、いくつかこう中でもというやつにしようかなと思います。決まりました、もしかして。そうですね、うーん、悩むけどこれにしようかな、決めました。ありがとうございます、はい、それでは、岩橋さんグランプリの発表をお願いします。はい、見事グランプリに輝いたのは、海に竜巻血の池かまど地獄のフルコース召し上がれでした。おめでとうございます。激戦を勝ち抜いた、もう全部いいんですよ、全部いいんですけど、うん、このねフルコースというワードと、はい、うん、玉木ちゃんらしいなっていうので最後の召し上がれ、はい、ディランダルさんのこちらのキャッチコピーにさせていただきました。ありがとうございます。はい、悩んだな。いやレベル高かった今回も皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。ディランダルさんおめでとうございます。おめでとうございます。
ます。皆さんもこのコピーを広めて別府温泉の魅力を PR してください。はい、以上温泉娘勝手に宣伝大使のコーナーでした。そろそろお別れのお時間でございます。温泉娘観光案内所では皆様からのお便りを心の底からお待ちしております。メールアドレスは案内アットマークエンバウンド .co.jp、 案内のスペルは ANNAI です。温泉娘の最新情報は公式サイトや公式ツイッターでチェックしてみてください。はい、番組の感想などはハッシュタグ温泉娘観光案内所やハッシュタグこちらをつけてつぶやいてみてください。はい、この番組は皆さんの感想に支えられております。次回の放送は決まり次第温泉娘ホームページにて告知いたします。お楽しみに。お楽しみに。さあ、というわけであっという間にエンディングでございますが、 いかがでしたでしょう。いや、よかったですね。いや、なんかこうぎっつりごめんなさい、ぎっつり新しい字を、あ、ぎっしり、がっつりと混ざっちゃったんです。混ざった。あの、もうこんなに別府温泉のことをたくさん喋れたのって初めて。あ、イベントは何回かあったかもしれないけど、ね、ここまでっていうのはなかったですね。濃縮な時間だったなって自分でも知らないことまだまだあったんで、うんうんうん、本当に助かった。いや、もうリスナーの皆さんの情報とかね。はい、楽しかったし、こう本当にこういろんなことが落ち着いたら、うん、行きたいなっていうところたくさん、いや本当に、ね、ありましたね、うん、もう一刻も早く現地に行きたいですね。入浴剤ではなく、そうですね、家から出て実際の温泉に浸かりたいですね。浸かりたいです。もういい加減浸かりたい。うずうず、いや本当にうずうずしてます。私も必ず行きましょう。皆さんでまた行きましょう、うん、ありがとうございます。はい、ではでは次回の放送もお楽しみに、はい、お相手は私温泉娘観光案内所スタッフの岡本と別府玉木役の岩橋由香でした。最後のご挨拶は岩橋さんからちょいなじめでお願いします。はい、わかりました。それでは皆さんご一緒によーちょいなー。